はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッションティンバレス戦。この動画のシリーズでは、このティンバレスという楽器について、1から、いや、ゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、このティンバレスの基礎知識と、ティンバレススティックの持ち方、そしてパイラの叩き方について解説してますので、前回までの動画、まだ見てないよという方は、概要欄からご覧になってください。そして今回はいよいよ実践的な内容をやっていきます。 このパイラを使ったねリズムパターンっていうのを今回解説していきますのでこの動画を参考にして練習してみてくださいはいでは早速ですが今回はパイラを使ってこのようなリズムを叩いていきますはい口で歌うと タッ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 タという音形ですね。今回はこの音形をもとにしてどんどん発展させていくっていうのをやっていきたいと思います。で、僕のレッスンではですね、基本的にすべてこの音の位置がどこにあるかとか、リズムがどういうふうにできているのかっていうのを説明するためにグリッドで説明します。グリッドってなんやねんと思いのあなたね、簡単なのでぜひ覚えてください。グリッドというのはですね、ワン、ワン、ツー。 3, 4, 1, 2, 3, 4, ドラマーがカウントする音楽の拍がありますよね。ほとんどすべての音楽には拍というものが存在します。またビートとも言いますね。1, 2, 3この拍によって音楽は流れている、進行しているわけなんですけれども、グリッドというのはこの拍と拍の間を何等分するか、何分割するかという話です。例えばグリッド4だったら、1、2、3。 この1個1個の間を4等分するってことですね。ワン、トゥー、スリー、フォー。ワン、トゥー、トゥー、フォー。ワン、トゥー、トゥー、ワン、トゥー、トゥー、ワン、トゥー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 、これがグリッド4です。で、グリッド3だったら、ワン、トゥー、ワン、トゥー、ワン、トゥー、シー、ワン、トゥー、トゥー、シー、ワン、ワン、トゥー、トゥー、シー、ワン、トゥー、ワン、トゥー、 4分割ですね。1 2 3 4これであらかた説明ができてしまいます。日本語で言うと、1泊4連符か、あるいは16分音符とも言ったりしますけれども、単純にね、1泊を4で割るからグリッド4がわかりやすいかなと思って、この言い方にしておりますので、すいませんが、慣れてください。で、このグリッド4を使って、さっきのリズム説明すると、タッ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 タっていうのは、 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4の2が休みってことですね。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,2だけ叩いてない。1,3,4,1,3,4,1,3,4,1,3,4,1、3,4, のリズムであると言います。はい、ではまずはウォーミングアップとして、両手でオープンでパイラーを1,3,4で叩いてみましょう。こんな感じです。1 2 3 4 1 one C4、1、2、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 C4、1、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 C4、 はい、ウォーミングアップなのでね、なるべく楽に軽くやってください。で、オープンなので、スティックを持つ手はゆるゆるの状態です。ぎュッと握らないでください。ゆるゆるの状態で、特に3、4、1ってこう、連続して叩く。ワン、3、4、ワン、3、4、ワン、タッタッタ,ッタッと、連続して叩くところはちょっと難しいかなと思うんですけども、このゆるゆるの状態にしたまま、なるべくこう、バウンドさせる。 ボールでドリブルするように、このスティックを座面上で、自然に跳ね返らせることを意識して、ワン、ス1ー、フォー、ワン、スリー、フォー、ワン、スー、フォー、ワン。自然に跳ね返るっていうのを意識してやってみてください。はい、ではこのたったった、ワン、スリー、フォーのリズムをどんどん発展させていくっていうのをやってみましょう。まずは右手です。すべて右手でこのワン、スリー、フォーを叩いてください。で、速さはみんなそれぞれ好きな速さで大丈夫。 ゆっくりからでもいいので確実に叩ける速さ確実に叩けるテンポで叩いてくださいこんな感じですせーのワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツそんなの余裕余裕とできる方はねワン、ツー、スリー、フォ 4, 1, 4, とこれちょっと乗れるぐらいの速さまでテンポアップしても全然問題ありませんのでみんなそれぞれやりやすい速さテンポで練習してくださいでこれができるようになりましたら今度はですねこの 1C4 の1だけを左手で叩きますもう一回言いますよ1だけ左手で叩いて34は右手っていうことですやってみますせーの 12C412C412C4 1>, 1, 2, 3, 4, 1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 , 3, 4. はい、いかがでしょうかできましたでしょうかこれさっきの全部右手の 1, 3, 4. これと左も入れた 1, 3, 4. これ全然ニュアンスが違うってかかりますかちょっとねゆっくりすぎると違いがわかりづらいんで早めで叩いてみますけどもまず右手だけねはいで今度左も入れたパターンおお<ー>全然これノリが違いますよねそうなんですよみんななんとなくね気づいてたかもしれないんですけどもこのパイラっていうのは実はこの右と左で音が違います 普通のティンバレスは右側は小さいい方が音が音高いです。<laughs> 左の方が低いと <laughs>、はいで。みんなが持ってるティンバレスもねそうなってると思いますけどもし違うという方がいたらねコメント欄で教えてくださいそれは僕が知ってるティンバレスではない可能性がありますはいでなんとなくね見えてきたかなと思うんですけれども実はこの左右の音程差によって同じタッ たたたっていう音んでもニュアンスノリを全く変えることができるんですね。でわかりやすく口で歌います。高い方をキで歌います。で低い方をコで歌いますね。キ、コ、キ、コってことです。全部右で叩くとキッキ,キキキキキなんだけども左も入れると例えばねコッキキコッ キキだったり、こっこき、こっこきだったり、いろいろなニュアンスで叩くことができるっていう話なんです。はい、突然ですが、ここで問題です。今回やっているワン、スー、フォー、タッ、タッ、タは3発叩いてるわけなんですけれども、これを右手と左手で割り当てると全部で何パターンできるでしょうかはい、簡単な組み合わせ問題ですね。正解は8パターンでございます。はい、こちら。 はいこの8パターンハットりになりますで今回8パターンすべて紹介しますけれどもみんなはねまずはどれか1つ好きなパターンを決めてそこから練習してみてくださいなんかノリがいい感じだわとか手順が叩きやすいわっていうね好きなパターンを1個決めてそれを練習して慣れるとでそれができるようになったら違うパターンも練習してみるっていうふうにやってみてくださいで将来的には8パターンすべて叩けるようにして、まあ、当然ねそれぞれののりニュアンスっていうのが違いますので 最終的にはそのやる音楽に合わせて、楽曲に合わせて、そのパターンが選択できるというふうになってください。はい、パターン1から8まで順番に確認していきます。パターン1はさっきもやった通りで、全部右手で、ワン、スー、フォーですね。ワン、ツー、ス2ー、フォー、ワン、ツー、スー、フォー、ワン、スー、フォー、ワン、スー、フォー。はい。で、パターン2は、ワンだけ左手。で、スリー、フォーが右手です。 ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スー、フォー、ワン、スー、フォー、ワン、スー、フォー。はい、ここまではいいですね。続いてパターン3です。今度は3が左手。で、ワンと4が右手になります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。スー、フォー、ワン。スー、フォー、 キッコキッキッコキッキッコキッという感じになります。はい、続いてパターン4です。今度は4だけ左手で、1と3が右手になりますね。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4はい。キッキッコキッキッコキッキッコっていう感じですね。で、右利きの人はね、これ、右が 毎回、ワンとスリーで表になるんで、叩きやすいんじゃないかなと思います。はい、では続いてパターン5です。ここから左手が2段になります。パターン5は、ワンとスリーが左手、で、フォーが右手です。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、スリー、フォー、ワン、スリー、フォー コッコキコッコキっていう感じですね。アフロキューバンらしいリズムの歌い方というかアクセントになります。続いてパターン6です。今度は1が右手で3、4が連続して左手になります。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、4, 1, 2, 3, 4. これも取りやすいんじゃないかなと思うんです。キッココキッココって感じですね。はい。はい、では続いてパターン7です。今度は1と4が左手で、3だけが右手になります。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、3、4、1、3、4、1、3、4、1、3、4、 はい、コッキーコ,ーコッキーコーって感じですね。ラストパターン8は全部左手になります。ワン・ツー・1、2、ー・フォーワン・ツー・ス4、ー・フォーワン・ツー・4、リー・ツー・フォーワン・ツー・フォーワン・はパターン1から8までを順番に流れの中で叩いてみますので、聴いてみてください。せーの。 はいというわけで今回はパイラのリズムパターンの解説でしたこのワン・シー・フォー・タタタっていう音形はね本当にいろんな音楽で使えるのでぜひいろいろ試してみてくださいで今回すべてこのパイラをオープンで叩きましたけれどもこれができたら今度は指をちょっとねクッと締めてクローズで叩いてみるっていうのもやってみてくださいでクローズもできたら人差し指を使ってミュートでやってみるこれ3種類になりますよねオープン クローーズミュートで、今回8パターンやりましたので、8かける3で全部でこれで24種類、24パターンになるというわけなんです。で、まあ、ものすごい数が多いのでね、一つ一つ確実にやってほしいんですけれども、この24個がね、もう確実できるようになったら相当うまくなりますよ、このパイラこの24種類でパイラに必要な能力っていうのはほとんど 手に入りますので、まあ、じっっくくり自分が叩きききややすいいパパターン好きなパターーンン好なから始めてててだだだんだんできることを増やしていってください使い分けの例としては例えばものすごい陽気な曲明るい曲ラテンの曲なんかはオープンで叩いて、まあ、もうちょっと落ち着いた感じにしたいとあるいはキーがマイナーの曲とかねは指使ってクローズで叩くとでもっとタイトにしたいとあるいはビシビシリズムを刻みたいという場合は人差し指使ってミュートすると。 こういうふうに叩き分け、使い分けをすることによって音楽に最適な形でこのパイラーを演奏してください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。